はい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、なんか親方が親方がヘルメットだけを残していなく、親方がマリオさん助けてください。親方がさらわれたのです。そしてそんなみんなの心配をよそに、一人だけめちゃくちゃ張り切って城を仕上げようとしよる赤キノピオ、気にしろよ。マリオさん、急いで私のお願いを。決戦猫クッパ。大変です、親方がクッパに連れて行かれました。これじゃお城が完成しません。あう、心配です。早く親方を助けてあげてください。お願いします。受付キノピオ、それではお願いします。頑張ろう。猫クッパ星3つやった。決戦猫クッパ、よっしゃ行くぜ。へい、これ下？あ、伸びた。そういうことね。そういう感じね。あ、あぶねえ、落ちたって思った。はい。キャー。やめてよー。はい。あっちにも。ちょっと待って。へい。キャー。危ないでしょ。うわ、でかっ。なんかでかくなったんですけど。危ない。危ない。ちょっと待って、うわ、潰された。お尻。なんか巨大なキラーも来よるし。決戦猫クッパ。どうやったら持続させられるのこれ。無理じゃない。はい。さあ、来いよ。はい。はい。あっ。へい。へい。あぶねえ。落ちよった。はい。おー、いけたー。これは多分、ですよね。ここで多分、キノコが来ると。やだー、来たー。ここで。あーっと、なに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 、怖いんですけどー。やめてー。びっくりしたー。あ、やべえ。あ、やべえ。ちょ、怖い怖い怖い。手元への振動がすごい。はい。そういう感じね。あー、やめて。ちょ。あー、ちょっと待って。くそ、あれを渡っていくのね。決戦猫クッパ。は。おっと。微妙にずれてる。はい。あー、よし、オッケー。そして、はい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 、おーいし、いいぞいいぞ。はい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 、よー、やったー。ここまで来たよ。あっと。ダメやったけど、とりあえずまあ。オッケーでしょう。よっ。えい。あ、ちょっと待って。せっかくの、せっかくのキノコ。無駄にしてしまったぜい。はい。おっと。あ、あれは降ってくるやつ。あ、違った。なにあれ。関係ないんかな。ういマジか。ちょ、君邪魔だな。あぶねえ。ちょ、待って。はい。そして。はい。怖い。恐ろしい。あ、あっこなんか。あ、そっか。じっとしとったらあれだよね。おっと、あぶね。あぶね。おったー、これや、猫クッパ。ちょ、待って。ちょっと待って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 。危険すぎるやろ。あ、これ。これ普通に超えてったらいかんのかな？やっつけていくやつ？
早く行けよ。よし、オッケー。行くぜ行くぜ行くぜ。あ、下に降りれる。ちょっと待って待って待って、上がりたい。ちょっと待ってください。ちょっと待ってって待ってってば。あ、ちょっと待って、とりあえず下に落ちても大丈夫っぽいね。早く、よし、オッケー。来たよ、猫クッパ。あー、やめて、危ない。オッケー、だからやめていただきたい。お、これでやった、中間。ふう、やっぱり逃げる感じか。あっ、なんだ、無理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 。ちょっと待って、一応あっち側に行っても救いはある。決戦猫クッパ。やった、ワンナップ。そこにワンナップがある、覚えとく。これでだいぶ有利じゃない。永遠に続けれそうな気すらする。なあ、超ダメ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 、無理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 。くっそ、決戦猫クッパ。はい、落ちて危ないよ。はい、キノコを入れる。ゴー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 。はい、オッケー、いい感じ。あー、ちょっと待って、そこもう一回ポイン。あ、よかった。あー、ちょっと待って、もう一回もう一回もう一回ポイン。で、ここで、こういう、あっ、これを何何何、吸い込まれた。おっと、あ、これはもうあれですか。あ、出る感じやね。オッケーオッケー。もう一箇所ぐらい、中間欲しいかな、そろそろ。あった、来た。やった、ワンナップ。ここでまたワンナップ、嬉しすぎる。神やん。あ、ちょっと待って、あ、やめてほしい。これは多分逃げるやつで、あ、いやー、やめてよー。あ、うわ、怖い怖い怖い。あ、おーっと、痛い。キャーキャー。あ、ここで、はい、私も猫。はい、痛い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 。これ何度もは無理よ、きっと。あ、もう一個ある、ちょっと待って、痛い痛い、踏み潰すなよ。痛い、来た、こっち側にも出た。そういうことや。おい、来いよ。痛い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 。ちょ、待って、はいはい、こういうことやろ。ああ、来い。さあ、手前に来いよ、手前に。なぜ猫クッパは飛ぶの。えい、やったー、やっつけたー、嬉しい。そして鍵、はい、イエイ。はあ、もう祝福されてる。何、よくわからない空間に出てきた。お、
上がっていく。ピーチ姫？違った。そういう、ピーチ姫じゃないわ。よっ。親方だったわ。キヌピコ親方だったわ。イェイ。いいね、いいね。かわいい。キヌピコがね。はぁ。とてつもなく長い旅な気がしたよ。ただいま。キノピコ親方を助けた。お、赤キノピオも、やっと作業を終えた。ぷはー、空気が美味しい。マリオさん、ありがとうございました。そして、ステンドグラスが完成したようです。早速、オープン。完成したんや。作業をやめてるだけかと思った。おー、こんな感じ？おー、ピーチ姫、いいね。なんか周りに植物も今増えたような気が。お城完成！イエーイ！マリオさん、新しいお城がついに完成です。はぁ、それにしても美しいお城。私歴史に名前を残しちゃうかも。あ、こんなこと言ってる場合じゃないですね。早くピーチ姫をお迎えに行きましょう。おー、なんかいいね。あ、どこにおるんかと思った。おったわ、上に。まあ、素敵なお城。みんな本当に頑張ってくれましたね。マリオ、ありがとう。めっちゃ頑張ったのは私やと思うけどな。いつも思うけど、マリオとピーチ姫って等身違いすぎ。花火や花火。あ、そういう感じ？大砲で打ち上げてるのね。おー、かわいい。いいね、いいね。キノコや、キノコ。はーい。誰に言ってるの？私に言ってんのか？おー、めっちゃいい感じ。でもこれで夜やったらもっと綺麗やろな、花火焼きの。昼、んー、でも、んー、夜なんかな？微妙やね。あ、あー、ちょっともうやめて。もう破壊しないで。ちょっと親方早く。ちょ。親方あれを早く取り上げるんだ。ビルダーマリオのヘルメット。新しい職人の服を手に入れました。職人の服は世界のコースで使えます。これ自分のミーに使えるってやつよね。ビルダーマリオの服。新しい職人の服を手に入れました。まあ、これも世界のコースで。スーパーハンマー。新しいパーツを手に入れました。コースを作るのゲームスキン。スーパーマリオ 3D ワールドで使えます。何これ？アイテム？お城の完成おめでとうございます。スーパーマリオメーカー2ではストーリーモードのようなコースはもちろん、アイデア次第でいろいろなコースが作れます。ぜひコースを作るから楽しいコースを作ってみてください。ふぅ。なんかすごく落ち着いているけれど。ほい、ということって、まだなんかあったりする？やっと落ち着きましたね。ともかく助けてくれてありがとうございました。それにしても、クッパをあんな近くで見たのは初めてです。また嫌がらせをしてきたら、とっちめてやるんだから。かわいい。マリオさんが。え、あたしが？君じゃないんかい。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ふーってことでお城 100% 完成したけど、まあステージは残っとるけん、それをどうしようかな、やっていこうか、やっていくまいか。まあまた考えてやっていきましょう。